さあいよいよあさっては都知事選挙の投開票日、皆さんと一緒に都知事選について考えていきましょう。まずはですね、以前ホリックで行った街頭調査、都民が今気になるのは何という問題を見てみましょう。こちらです。やはりさまざまあるキーワードの中から、待機児童問題も非常に高かった、そして高齢化対策もそう、少子化対策もそうで、こうした皆さんの気になるいろいろなですねテーマ、象徴的に表しているくくるとしたらキーワードはやはり格差かなと思いました。今回のテーマはこちらです。都知事選格差問題について皆さんと一緒に考えていきましょう。改めて東京都では今どんな格差が生まれているのか、主だったものを見ていきます。ドン。世代間格差、地域格差、先ほどね、例えば東京23区内でも南の方の区と北の方の区ではやはり収入の状況が変わってきたりとか、財政状況が違うなどいろいろありますよ。今南北格差というのはそういうことを指しています。企業間格差だってそうでしょう。男女間格差だってそうです。皆さんと一緒に考えていきましょう。意識調査見ていきます。皆さんが感じる格差問題、一体どれでしょう。ドン。あ、経済格差ですね。まずは、そしてもう一つは地域間格差大きい、次いで多いのが世代間格差ということになっています。さあ、知事候補の皆さんはどんな対策案を掲げているんでしょうか。まずは都民に配られた選挙広報と政見放送を分析、そして今回さらに全候補21名に対して具体的な対策案の提示をファックスやメールで依頼。今回はください、はいはいはい、こうしたアンケートをですね送った結果、12人の方から回答がありました。前回は7人でした。5人増えましたね。皆さんありがとうございます。少々長いですがお付き合いください。さあ、まずはですねこちらの方です。ドン。元労働大臣でもあります山口敏夫さん、所得格差について言及をしています。まず富裕層、高収入者、大企業優位の政策から合計平等貧富の格差是正と言っているんですが、具体的にどうするのという話です。具体的に、こちらですね、月5万円の国民年金、定額厚生年金においてなお給付する人たちに、富裕層、そして高齢者の年金をベースに、そしてさらには、都の支援と合わせ月額10万円を支給。最も格差を感じているのは非正規社員、彼らがいなければ収益拡大が望めない、経営は真の繁栄とは言えないことを経営者は自覚すべきということで、基本的にはもう再分配いろいろしていきましょうという話ですね。続いてマック赤坂さんです。具体的には助成金を3倍増などあるんですが、商店街とか中小企業に、あと雇用対策を掲げています。どうやってやるのということです。貧困格差、中学生以下と65歳以上の都民に月額3万円を支給、これはスマイル商品券という名前になっています。いいですね。そして障害のある方のケア、都内全域をバリアフリー化していこうと、そうした健常者の方と障害のある方との共生を図ろうということを掲げています。さあ、次です。教育問題に対しての対策に触れている方をご紹介しましょう。今尾貞夫さんです。教育格差について言及してますね。個人の負担をなくして教育費不安のない社会にしようと、でも財源はどうするんでしょうね。具体的に親の収入が教育格差となり、格差の固定や、社会不安の要因になっていますと。都民全体で面倒見る朝昼晩の給食、あ、なるほどと、昼だけじゃないと、朝昼晩の給食、そして常備品、制服、遠足費の支給、そして家なき子の収容、ちょっと収容っていう表現はあれですけども、居場所を作ろうってことですね。そして都立大学の無料全寮制を行うということなんですね。なるほど。一方、歯科医師の岸本正吉さんはこちらです。まず基本的には子ども手当を新設などですね、特別委員会を設置して広く有識者や都民の代表などの意見を集約して問題解決を講じるということです。職不安を払拭、こう特別委員会というのを設置したいんだと、専門にね。さあ、続いてこの方も触れています。ジャーナリスト鳥越俊太郎さんです。ここなんですが、希望するすべての人が正社員になれる格差のない社会を作るという話なんです。子ども食堂や低所得世帯への学習支援を増やす、新たな給付型奨学金の創設、
そしてこちら行きますと、所得格差は教育格差を、まあそれはそうですと。で、まあ家庭に勉強を行う環境がなく高校中退になれば、非正規就労になる可能性が高く貧困の連鎖が続いていくという、まあ、現状分析があるんですが、具体的には学習支援を増やしたいということです。どうやって増やすのか、さらにちょっと聞いてみたいですね。さあ続いては格差の中でも地域間格差見ていきましょう。こちら、中川長三さんです。元兵庫県の加西市長も務めてきました。地域間格差については市区町村への分権、やりたい話です。で、個別にいろんな問題に対して、まあ、分権した上で市区町村が対応と、どうやってやるのと、市区町村、が市民参画や独自のまちづくりに取り組めるように権限、財源、人材を都庁から市区町村に移すと。なるほど、権限と人を移すということなんですね。そして、まあ、自治体に判断してもらおう、市区町村に判断してもらおうということです。さあ次です、ドン。政治団体代表の関口康弘さんは地域間格差について、まあ、都市計画を、都市近郊との調和の取れたものにする、なぜなら23区中心部への一極集中があるじゃないかと、これを変えたいということです。どうやって進めていくのかな。都市近郊に区分所有アパートを促進させ、交通アクセスの改善を図る。あ、なるほど、その集中しやすい周辺にこうしたこう、まあ、公営のアパートのようなものなんでしょうか。で、優遇策を作ることによって人の流れをちょっと変えていこうという、そういうアイデアですね。で、もう一人、元ジャーナリストの上杉隆さんはこう言っていますね。都内養護老人ホーム待機者ゼロ、都内保育者の待機児童ゼロを掲げているんですが、具体的にどうするのか。まず多摩地区問題は横田基地の軍民共用化を実現、そして国内線の拠点を西東京に作る、羽田だけじゃないよと、そして、三多摩地区の開発を行い、利便性と住みやすさを飛躍的に向上させると。羽田の国際化と合わせて推進されるため、都民全体にとって利便性の向上と均一化を同時に推進できると。まあ、確かに羽田の国際化って進んできてますからね。国内線の方の整備など含めて軍民共用という話です。さあここからは続いては企業間格差について言及している候補を見てみましょう。こちらです。元総務大臣の増田博也さんは、基本的には中小企業を中心とする東京経済力の強化というのを掲げていますね。具体的にどう進めていくのか。男女格差の解消は女性活躍の場が不可欠で、企業などの採用、昇格、昇給、管理職、登用などで格差を解消すると。中小企業に対してもここですね、女性の活躍推進など職場環境整備助成金、助成金出そうという話です。で、的確に助成すると、中小企業の底上げをやっていきましょうねと、環境改善のためにという話です。そして税理士の山中正明さん、ドン。中小零細企業未来創造経営支援課を設立ということで、専門家、中小零細企業都市観光支援課、専門の課を作りましょうと、いうことなんですね。中小零細企業はそれぞれキラリと光る技術はあるが、確かにトータルコーディネート能力に欠ける傾向にあると。それを都が支援と、まあ、国の方で例えばクールジャパンですなんて言った時に全体をこう見ようとしていろいろ進めていますが、こういうの都でももっと細かくやりましょうということなんですね。さあ一方、必要な格差も、ね、是正だけじゃない、必要な格差もあるという主張もあります。こちらです。自営業の後藤輝樹さんですね。後藤さんといえば政見放送の内容などがちょっとネット上ざわつかせましたが、いや、すごく真剣に今回も回答していただきました。前回もそうだったんですね、ありがとうございます。最低賃金を市区町村単位で決めて企業規模に応じて変動可能に、年金、生活保護、子ども手当などを廃止し、すべての低所得者に月8万円を支給と、こう、なるほど、低所得者というふうに区切った上でベーシックインカム的な対応なんでしょうね。都心の大企業と島しょ部の、商店の最低賃金が同一なのがそもそもおかしいと。ですから地域間や企業規模で賃金に差をつける。多摩地域や島しょ地域の最低賃金が安いとなれば企業も進出しやすい傾向にあると。あ、
そうか、最低賃金はバランスは低くするんだけど、その分企業が進出していけばバランスが取れるのかなという話でしょうか。さあ次です。一方で最後は減税で格差を是正しようという、意見もあります。幸福実現党の七海ひろ子さんですね。基本的に徹底的なこの減税策というのを打ち出しています。でも減税して大丈夫、どうするのかな。富の再分配を行う格差解消は根本的な解決にならない。なるほど、減税によって景気を回復させ、企業を元気にして働く人の給料を上げ、雇用を拡大させて経済をプラスに、経済が浮上すれば結果的に、税収もということで、まずは減税ということですね。また今回はですね、返信をいただけませんでしたが、選挙広報や政見放送で格差問題について言及している方をご紹介しましょう。この方です。その他にも高橋翔吾氏、谷山雄二郎氏、小池百合子氏、宮崎雅弘氏、内藤久雄氏らが育児格差や企業間格差、世代間格差について触れています。都知事選挙にはご覧の21人が立候補しています。投票日はあさって31日の日曜日で即日開票されます。はい、ということでぜひ皆さん、今日の参考に、またホームページにですね、いろいろな全文など掲載しますのでアクセスをしてみてください。以上ニュースオリックでした。